はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、こちら金華堂さんに訪れております。以前ですね、金華堂さんの方でチリトマトラーメンという6キロぐらいのねチャレンジメニューに挑ませていただきまして、次回ねこちらのお店伺う際にはそのラーメンが美味しかったから並盛りをね、紹介しに次撮影来ますと動画内でもお話ししたんですが、すいません、オーナーさんからですね、新しいチャレンジメニューできましたと LINE をいただきましたので、今回はですね、通常メニューではなく新チャレンジメニューとして誕生いたしましたつけ麺のチャレンジに挑戦したいと思います。本日ですね、挑ませていただきますのが約総重量6キロのつけ麺となっておりまして、これでもうちょっと見えてるんだけれども、つけ汁がレギュラーメニューの4種類を使用して、残り具材と、まあ、合計で6キロというとんでもないチャレンジメニューなんですが、制限時間が45分、こちらのチャレンジ成功の場合ですと、無料で、失敗の場合ですと3000円のお支払いということで、まあ、安すぎるんですけど、どう考えてもね、まあ、店主さんの、まあ、一般の方でもね、ぜひ挑戦していただきたいなと、楽しんでいただきたいなというご好意のメニューですので、皆様もですね、興味がある方は一度チャレンジしていただければいいかなと思います。せっかくね、漬け汁も4種類ございますし、この漬け麺、新メニューとして販売しますので、できる限り食レポをしてですね、皆様にも美味しさを伝えながらも、本気で挑戦していきたいと思います。これが今回のチャレンジメニュー。全玉8玉。すり鉢からもうこぼれそうですね。こぼれてます。やっぱ相変わらずうまそうですね。ありがとうございます。置いていただけると何よりです。うわ、出していただけます。あれは本当悲しいことに、実物はとんでもないサイズなんですけど、画面越しに見るとなんか3割減ぐらいのサイズに見えるんですよね。またこのバラチャーシューもうまそう。はい、ありがとうございます。でけー。うわ、めちゃくちゃでかいなこれ。うわ、ペットボトルはこれですからね。はい、600ですよね。でけー。ということで、本日ですね、いただきますつけ麺のチャレンジメニューが到着いたしました。上から見てもらうとわかるかな。とんでもないです。本日のこちらのつけ麺チャレンジはですね、通常提供しているつけ麺のメニューから4種類ほどつけ汁がつきまして、そちらはですね、この食べる際に後ほど紹介しながら行くといたしまして、早速ではございますけど、出来たてのね、このチャレンジ、挑戦していきたいと思います。お願いします。3本。2、1、3本。ありがとうございます。いただきます。はい、いただきます。ちょっと麺行きたいんですけど、ちょっと具材が多いのでね、一回野菜とかから崩していきます。で、野菜もキャベツ、もやしで、その上に背脂が乗ってる感じですね。うん、甘くてうまっ。でっかいチャーシューっすよ、ね、バラのチャーシューかな。うまっ、うまっ。これがね、最近いわゆる二郎系っぽい限定ラーメンが出たんですけど、そういうのとかにも乗ってるのはチャーシューらしいので、これね、食べたい方はぜひその限定メニューというか新発売メニューもね、食べてみてください。うーん、そろそろこれ麺いっちゃいますか。野菜めちゃくちゃあるように見えて、これほぼ麺ですから。うわ、すげえ。で、まず今回の漬け汁、2種類紹介させていただきますと、こちらが通常のチンタンの醤油に、これ豚骨のスープですね。やっぱりね、味の薄い方から攻めていかないといけないので、まず醤油からね、いただきます。うん、うまっ、うまっ。こちら麺の方ね、どうしてもこういう大きいの作ると水分がね飛んでダマになりやすいので、最後ねこう作る時にごま油、空いてるみたいなんですけど、それがね
と醤油につけると懐かしいうまい中華そばみたいなそんな風味になるんで、これ通常のつけ麺も麺ごま油あえられるんですか。はい、あえてます。これめちゃくちゃうまいっすね。これめっちゃうまいっすね。うん、まい。ちょっとこの辺りで豚骨の方ですね、行ってみましょう。うん、あ、うま、濃いけど癖がない。ありがとうございます。この感じうまいですね。塩豚骨って感じですね、結構。そうですね、はい。うわ、うま、これうま。あ、またうめえわ。これ豚骨、あ、やべ、割り箸が飯って言った。いや、取り出す時にどうしてもやっぱり、ほぼ掘削作業ですね、この麺、はい、掘り出しの奥の麺が重たいかと思ったこと。うん、いや、でも、わ、うまっ。つけ汁おかわりも OK で、はい、ありがとうございます。そしたらちょっとこのあたりで残り2つの方もね食べてみましょう。続いてこちらですね、前回いただいたチリトマトとこれ醤油豚骨になってるそうです。はい、チリトマトの横のつけ汁は、はい、エビ豚骨です。あ、エビ豚骨か、すいません、エビ豚骨でございました。と前回もいただいてるこのチリトマトから、うん、うまっ。この酸味とちょっとピリッとした辛味と、また食欲湧いてきますね。結構食ったんですけど。もう始まって10分近く経ちますけど、まだね食欲湧き続けてます。これエビ豚骨いきますか。あ、またこのエビのいい香りがうまそう。こんな感じですよ。うわ、うん、あ、うまい。ベースの豚骨がこうあっさり系というか、そうですね、濃すぎないのでエビが入ってて香りも強いんですけど、はい、結構さっぱりとした漬け汁ですね。はい、豚骨とエビがちょうどいい、うまいって感じですね。それにしても減らないですね。減った？減らないですね。思ったほど減らない。全然減らないですね。麺の重量が重くて密度がある分、ほぐせばほぐすだけ増えるっていう。でもなんだかんで今食べ進めて、こうあったものがだいぶ、多分こっからがあの満腹との戦いのラインなので、どんどん苦しくなってくるんじゃないですかね、もしかしたら。そうです。苦しい顔を見てみたい。わかりました。量ももちろんなんだけど、その金華堂さんの麺は見てわかる通りかなりね、
構太麺でプリッとした麺なので咀嚼こういった部分も結構このチャレンジには難敵になる一個のポイントかもしれないね。で正直ね体感ですけど、まあ、今日ね話してるね本気とはいえど、まあ今ねもう20分経ってますけど、今日の目標だったら30分以内で食べれればいいなっていう感じで、ガチでやったら20分ちょっとぐらいかもな、22、3分ぐらいだと思うけど、マジでねマックスさんがガチで食べたら10分台とかで食いそう。ということで、今ですね、23分時点で、スリーパッチは1回完食で、残りはこちらにね、ちょっと取り分けたもののみとなっております。背脂がいい味してますね。この漬け汁と絡むと、なんかバターっぽい香りというか、甘みとそういう香りが増されて、なんかこう、うまいんですよね。一番このチリトマトが変わるなと思いました、背脂入ったら。いや、そんなこと言ってる場合じゃないんだけど、チリトマトめちゃくちゃ合うから、ぜひあの背脂ね気になる方トッピングしてみてください。まあですね、このエビ豚骨とトマトの方は今ちゃんとしっかりほじくりまして、具材ないのを確認しましたので、残りこちら醤油と、豚骨の方に入っている麺具材だけですね。あ、まあいいや。またこの前と同じパターン。30分切っております。ありがとうございます。いやー、ごちそうさまでした。ありがとうございます。またあの今回も店員さんのご厚意で、あの僕の推しミスということで、ギリ30分という結果に、OK いただきましたので、一応ですね、このタイム 0.14 秒過ぎてるんですけど、一応30分ということで、本日ですね、完食させていただきました。改めて、すみません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ということで、本日はですね、金華堂さんで、6キロのこのつけ麺チャレンジメニュー挑戦してきました。今回ね、いただいたつけ麺の方はですね、オープニングでもお話しした通り、最近ですね、販売された新メニューとなっておりまして、これからの時期ですね、春、夏にかけてやっぱ暑くなってくるとね、つけ麺めちゃくちゃうまくなりますので、ぜひね、チャレンジ以外、もう普通のメニューでですね、皆様は、お楽しみいただきたいなと思いますが、ただですね、こちらのメニュー、その3000円という価格設定の中なので、店主さんもですね、まあ、その大食いの方だけでなく、まあ、いろんな方にですね、楽しんでほしいという気持ちというか、部分もありますので、一応僕からチャレンジの攻略ポイントとしては、結構ね、いろんな食材が入ってます。野菜だったり、麺だったり、お肉だったり、卵だったり。結構ね、食感が違うものが多いので、後半に麺と野菜一緒に絡めてとか食べると、この食感の違いで飲み込みにくかったりして、タイムがね、間に合わないっていう可能性もあるので、自信のない方は、できれば野菜なら野菜、麺なら麺って感じで食べていった方が、食べやすいのかなとは思います。前回の動画でも約束させていただきました並盛りのメニューをね、3回目の撮影では来たいなと思うんですけれども、今日の動画始まる前にも、いや、いろいろうちも増えますんでっていうのもね、また言われてしまって、まあ、中華そばも食べたいですし、今後もですね、出てくる新しいチャレンジメニューにも挑みたいと思いますので、今後もこちらの金華堂さんね、僕大好きなんで何度でも通わせていただいて、
チャレンジメニュー、並盛ともにね、紹介していきたいと思います。ぜひぜひですね、皆様気になる方は今後の動画も要チェックしていただいて、気になるメニューね、ぜひ食べに来てみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらはですね、概要欄の方に記載がございますので、ぜひね、そちらの方も合わせてチェックしてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。こちら、金華堂さんの新チャレンジメニュー。美味しかったです。やっぱりですね、以前はチリトマトラーメンのチャレンジメニューをいただいて、今回はつけ麺ということで、まあいろいろなね、スープの種類を食べれたんですけれども、なんかね、こう優しくほっとする味でございました。もちろんですね、動画でもお話ししたように、並盛りなんかも食べに行きたいなとは思うんですけれども、並盛りの前にですね、やっぱこういった優しいメニューを食べると、中華そばとチャーハンのチャレンジメニューもあるので、そういったね、まあ、ほっとする大きいメニューももう一回ねちょっと食べに行きたいなと思います。まあ、次の金華堂さんの動画は何になるか分かりませんが、また楽しみにしていただければと思います。そしたらこの辺りで本日の米編コーナー、今回はですね、前回挙げさせていただきました大食い YouTuber の休日ということで、まあ、そちらの動画の方から引用させていただきます。まず一つ目、わさび漬けの食べ方のおすすめありがとうございます。いや、動画でもねちょっとお話ししたように、昔からですねわさび漬けって結構苦手な部類だったんですよ。うちの母ちゃんが大好きでね、結構おにぎりとかに入れてたりしてた時期があったんだけど、やっぱりこう温まったわさび漬けのこのアルコール臭っていうのかな、それとお米が合わさった時にすごく苦手だったイメージがあったんですよね。なので僕の人生の中で結構わさび漬けって避けてたというか、あんまり食べる機会がなくて、その分ですね、その美味しい食べ方っていうのをね全然知らなかったんですよ。今回ですねこうやって教えていただきましたので、今度ですねちょっとわさび漬けに醤油を垂らしたりとか、まあ、かまぼこと一緒に乗せてね当てにしたりとか、まあ、最高のお酒の過ごし方をね、皆様のこのおすすめでしてみたいと思います。いや、ちょっと楽しみだな。そしたら本日この辺りで2つ目の米編、普段ですねお酒飲むときやっぱり体のことを気遣って絶対炭水化物をね取ることはないんですけれども、やっぱり今撮影という免罪符もありますし、せっかくね家でね気が抜けてるのでやっぱ麺出ちゃいましたね。そのやっぱご飯にねお酒もラーメンも合いますんで、最高の休日を過ごさせていただきました。いやもう本当にね怠惰な一日で、まあ、編集してたらなんで俺こんなことしちゃったんだろうと、まあ、ちょっとねこう罪悪感を覚えるようなそんな一日ではございましたが、まあ幸せだったのでいいでしょう。やっぱりねお酒を飲むときは幸せが一番。皆様も、まあ、我慢せず無理せずにね、まあ、美味しい楽しいお酒ライフをお過ごしください。ということで本日最後のコメ編、罪悪感つながりでこちらのコメントをね、まあ、昼間から飲むビールは最高にうまいですよね。こうやっちゃいけないことやっているような、普段できないことをしているのでね、もう 1.5 倍増しに美味しく感じるんですけれども、まあ網焼きとかもしてね、あんだけ食材を並べたので、撮影が終わった瞬間、この現実に戻ってきた瞬間ですよ、もうほろ酔い気分なのに、この後片付けのことを考えるとゾッとしました。まあまあ、でもね、そこまで一つのルーティーンでね、まあ、休日の、まあ、楽しみ方ということで、まあ、片付けながらもね、まあ、食材良かったなとか思い返しながら、まあ、洗い物ができたのでね、良かったかなと思います。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。